この番組は大塚製薬の提供でお送りします。真水はない。私を作る水、ポカリスエット。シンガーソングライターの石野旦那強さん、はい、どうやら私とね同い年なんだって。おお、どんなところが横田さんと違うのか検証しに行ってみましょう。はい、はじめまして、よろしくお願いします。本日のライブアーティストの石野旦那強さんです。じゃあ簡単に自己紹介お願いします。はい、はい、石野旦那強、全部ひらがな、21なりたてぐらいの、ギター弾きでございます。まずちょっと気になったんですけれども、はい、ギターケースすごい可愛らしいんですけれども、はい、これは誰が、私が、全部描いたんですか。はい、すごい。横の方にもなんか蝶々とか。あ、そうです。すごい可愛い。もこれは何で描いたんですか。これはあのポスターカラーっていう、ポスカって思いますか。はい、あの普通のペンで何回か何度塗り貸して。すごい、何のために。何のために。2つあって、はい、1つはこう宣伝、はい、歩く宣伝マンとして、はい、いつでもどこでも自分宣伝のためのやつと、はい、もう1つはギターケースって真っ黒なんですけど、はい、黒って物が重たくなるっていう、はい、なんか効果があるらしくって、はい、すごい重たいんですけど、はい、だからなんかちょっと絵とか描いたら軽くなるかなと思って。バラの絵も描いてあって、あ、はいはいはい、ものすごい上手いですね。 ありがとう。あんな絵で人が描けるんだって思って。褒めちぎりですね。ギターにひまわりをつけてるっていう、中にギターが入ってるんですけど、はい、そのギターのちょっと頭らへんにひまわりの花がくっついてるんですけど、可愛いかなと思って。もうかれこれ増加なんですけど、はい、もう3年ぐらいつけて、もう近くで見るとすごいボロボロだったりするんですけど。はい、これからライブの方をしていただくんですけれども、はい、ライブのじゃ意気込みをお願いします。頑張るぞみたいな。もうめちゃめちゃベタですよ。はい、じゃあライブの方よろしくお願いします。はい、お願いします。
みんながいつも、石野田夏代のライブを聴くときにこう割としんみりこう聴いてくれるので、今日はそういうしんみり選曲をしたのになんか盛り上がってる、どうしようみたいな感じなんですが、本当にすごいこんなにたくさん集まってくれて嬉しく思います。次の曲に行こうかなと思います。今日は少ない時間ですが、楽しんでいってください。Oh, man.
人生これからまだまだ、今21だけどこれからまだどうになるかわからないぞみたいな歌です。演歌ではありません。波乱万丈かっこかりという歌を聴いてください。
体の中に真水はない。私を作る水、ポカリスエット。私たち民放ごとくの BS デジタル放送はハイビジョン総合校、そして何より民放 BS 無料です。教えてください。はい、いろいろあるんですが、はい、とりあえずあのホームページで、はい、見ていただければなと思うんですが、はい、そのホームページはですね、はい、夏よ .com/夏よ .com/はい、聞き取れなかった人はこっちの方で、ね、絶対いない。はい、ではあの番組の恒例となりました、はい、私たちと一緒に記念撮影をお願いいたします。お願いします。夏っぽいですね。夏っぽいですか。夏好きですか。夏好きです。夏っこです。海でおりゃー飛び込む感じです。そんな感じです。はい、サインの方いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、本日のライブアーティストの日野田夏代さんでした。どうもありがとうございました。21、次回のゲストはコブラの皆さんです。お楽しみに。この番組は大塚製薬の提供でお送りしました。木曜日はライブ21、絶対お見逃しなく。